穂ず信のから1926年4月7日は、明治から大正期の日本の法学者。日本初の法学博士の一人、東京帝国大学法学部長。イギリス法律学校の創立者の一人、貴族院議員、男爵、数密院議長。区一等局実等科大受賞。現在の愛媛県宇和島市出身。1855年8月23日。 国学者の鈴木茂樹の次男、ゆ次郎として生まれた。明治に入り鈴木家はほずみに改正している。13歳で、無婚養子として、入江家と養子縁組をし、大学南校入学時は、入江ゆ次郎改正学校では、入江信繁と名乗っている。入江家の援助により1876年から、英独に留学し、1881年に帰国して、 東大法学部講師に就任した。翌年、穂積生に復帰して、渋沢栄一長女歌子と結婚した。1881年、英独留学から帰国し、教授に就任。この時点では、ボアソナードや、仏法学にも、好意的だったが、翌年から、仏文の財産放送案を検討するにつれ、批判的になる。 この時の学生だった、江ぎ忠だや奥田義人らが、恩恵派の信重を差し置き、明治22年からの民法典論争で延期派の中核を担う。1885年、司法省の援助へ、松島六一郎、菊池武雄らと共に、イギリス法律学校を創立。1888年、三つ栗臨省、田尻根次郎菊池武雄 鳩山和夫とともに、日本で、初めて法学博士号を授与される。1890年11月、井上薫の三井家政改革において、相談役となっていた、渋沢栄一、増田隆三野村利助から、可見草案の作成を委嘱された。1893年3月、法典調査会起草委員に就任。現行民法典の起草に、 中心的な役割を果たし、商法にも関与した。1922年に基礎弁義主義を法制化した改正刑事訴訟法法案が成立した際には、数密院の数密顧問官を務めていた。穂住は、イギリス留学時代に、法理学及びイギリス法を研究する傍ら、法学の枠を超え、当時イギリスで、 激しい議論の的になっていたチャールズ・ダーウィンの進化論、ハーバート・スペンサーの社会進化論などについて、幅広い研究をした。その後、ドイツへ転学し、ハインレイ・ヒデルンブルヒの講義を聴講して、ドイツ法を研究し、サビニーに触発され、日本民法へのパンデクテン法体系の導入のきっかけを作った。ホズミの学説は、歴史学派、 進化主義の立場に立つもので、民法天論争では、富井と共に延期派に組みし、断行派に組みする梅と対立した。刑法では、論ゾの生来犯罪人説を研究し、進化刑法理論を日本に紹介した。進化論的立場から、天賦人権論を厳しく批判するとともに、日本古来の習俗も研究し、法律も、 また、生物や社会と同様に進化するものと考え、後継、法律進化論を完成させ出版することを、きっとしていたが、未完のままに終わっている。ほずみ穂積ほずみ記念碑ほずみの梅健次郎富井正明とともに大正の7年のほずみ一家、晩年の妻、歌子こほずみ家は、宇和島藩伊達て家が、仙台より分家する以前からの、伊て家ふ代の家臣である。 逃げ早日命を祖に持つと言われる。祖父獣麻炉は、宇和島藩に思想としての国学を導入した人物であった。父刺激は、長子として、父の学問を継ぎ、明治新五藩校に国学の教科が設けられると、その教授となり、また、国学の私塾も営んだ。兄の従営は、第二十国立銀行頭取などを務めた、渋沢栄一に近い実業家。 憲法学者、穂積八日は弟。長男の穂積重等は、日本家族法の父と言われ、東大教授、法学部長、最高裁判所判事を歴任。妻歌子は、渋沢栄一の長女。孫の穂積重之は、大東文化大学学長。ありがとうございます。